審査員に追われて何かうなり始めた、よしみちゃん、としか言いません。多分取られるなと思ってます。と言ってます。見てこのアメトリ、28キャラ、27キャラ、ちょっとこれを今準備して出品してみたいなと思ってます。なるほど。ここにも20キャラがあります。ちなみに先行予告4個セットなんていうの作っちゃいましたんで、あれ、ま、楽しみにしてる。これね、淡いけど素敵ですね。いいですよ。まあちょっと今回は、うん、シーズン5は、まあ、カットをおすすめようというのを位置づけてシーズン4からやってきたけども、うん、本当にもうカットの仕上がりがどんどん来てて、めっちゃ忙しいです。おかげさまで。かなりテンパってます。だから今回は正直仕入れ職人とイルモタイと僕ともう全く別行動を取ってるから、あんまり正直僕動画に出てません。よしみちゃんの絵なのに。もうほとんど事務所で、なんだっけ、缶詰状態で、ホテルと事務所の行き来だけです。まあただあと残りわずかなんで、シーズン5もちょっとここから積極的に活動していきたいなと思ってたところ、案の定イルモに撮影撮られました。まあなんとかちょっと今キャンペーン中というか、企画中でもあるので、できるだけ皆さんに面白い詩をご紹介先にしたいなと思って、ちょっと楽しみにお待ちください。お待ちください。はい。ガンガンいきます。あ、やばい、サングラスがない。来てる。来てるよ。ちょっとこの辺にいろいろあるんだけど、チラッとだけ。チラッと。チラッと。まあこの辺ちょっと出しますんで。じゃあお待ちください。まあいずれもとにかくカットがいいものばっかりなので、うんうんうん、いろいろとできる限り皆さんにお伝えしていきたいなと思ってます、うん、であとちょっと長くなっちゃうけど、うん、職人に関してのストーリーはもう仕入れ職人と、撮影職人のイルモ隊が、うん、進めてってくれてますので、はい、こちらも YouTube で楽しみに、ご覧いただきたいなと思ってます、はい、まずはとにかくバンバン仕上がってくるものを、できるだけ出していきたいし、うん、この辺にチラッとあるけど、まあこれはいいか、これは撮影隊とのちょっと連動もあるからね、うんうんうん、まあだけどとにかくすごいものができてます、うんうん、